涙が止まらない、新演出、脱落したメンバーたちも、練習生全員での圧巻オープニングに視聴者大熱狂。グローバルガールズグループ誕生プロジェクト、アイランド 2N ウェイの最終話にて、脱落者も含む練習生全員が登場したステージが感動を呼んだ。映像、練習生全員が揃った圧巻オープニング。アイランド2は、 2020年にエンハイプンを誕生させた大規模プロジェクトアイランドの最新シリーズ。エ m ネットとブラックピンクや 2NE1 などのヒット曲を誕生させたトップクラスのプロデューサーテディーが、首長を務めるゼブラックラベルがコラボレーションし、新たなグローバルガールズグループを誕生させる。参加者は日本人6名を含む24名。メインプロデューサーはタイアン ビッグバンミュージックプロデューサーは24、VVN。パフォーマンスディレクターはモニカ、リージャンリーが務める。白いタンクトップにポニーテールで番組序盤を再現するステージついにデビューメンバーが決まる。ファイナルのステージ。冒頭では番組のシグナルソング、ファイナルラブソングがパフォーマンスされた。まず登場したのはファイナリスト10人。 セミファイナルで1位に輝いたバンジミンがセンターに立ち、ブーツの靴紐を結ぶソロパートを印象的に決めて、パフォーマンスの火蓋を切って落とす。サビ前ではチェ・ジョンウンがリフトアップされ、伸びやかな高音パートを披露。またチョンセビは長い手足を操って、サイドからセンターに踊り出る印象的なパートを担当した。全員が白いタンクトップに黒いパンツ、 ポニーテールで揃えたスタイルで、番組序盤のパフォーマンスを思わせるスタイリングだ。終盤では、惜しくも脱落していった14人の練習生も加わり、総勢24名での政治を展開。セミファイナルで脱落したソンジウォンやキムスジョンもキレのいいダンスを見せた。視聴者からはみんないる。うわぁ、全員いる。泣いちゃうよ。 全員踊らせてくれてありがとう。やばい。号泣。激圧。涙が止まらない。演出シンデル。感動した。と、多数のコメントが寄せられた。アイランドにアベマクポップチャンネルより。